島原幸雄は愛媛県松山市出身で1950年代から1960年代に活躍したプロ野球選手。西鉄ライオンズのエース投手として1956年から1958年にかけての3年連続日本一に貢献した。1952年に松山東高等学校を中退後、西鉄ライオンズの重松道夫に軍監督を通じて、 入団テストを受け合格。プロ野球選手としてデビューする。初年度より一軍戦で登板しているが、四年間は一軍に定着できなかった。はじめは本格派のオーバースローで、球は速かったがコントロールに難があった。後から入団した河村久文、西村貞浦に追い抜かれ、一軍で起用されても、俺、ダメなんだなと劣等感に悩まされた。 他のウエスタンリーグチームの所在地の関係で、西鉄の二軍合宿所は、堺市浜寺に置かれ、その土蔵のような建物に島原は暮らしていた。1953年は4勝6敗と負け越して、いたが、オフに高橋ユニオンズに移籍した、竹末師匠のエースナンバー18番をもらうと、島原は、恥ずかしいを連発し、打ち気になっていた。4年目の1955年、 石本周一コーチの進言でサイドスローに変えた。この年通算9勝目を挙げたが、年末に球団がノンプロ日鉄二世の強打者、寺田洋介を獲得する見返りに、島原を日鉄に譲渡するというトレードの噂が流れた。この屈辱的なニュースが弱気な島原を奮起させた。オフに競技に帰ると、社会人、バスケットボールチームのコーチをしていた実刑に頼んで、 一緒に練習し、走り込んだ。1956年のキャンプでは、足腰が出来上がっていたことで初日から速い球を投げる、島原に、三原治監督が、すごいじゃないかと目を止めた。これがきっかけで、オープン戦から積極的に起用された。公式戦に入ってから、調子は上昇し、4月中に急勝と、それまで4年分の勝ち星を1月でクリア。相手は、 東エフライヤーズ、大ースターズ、高橋ユニオンズの階級団ばかりだったが、島原に自信をつけさせるための三原の計算だった。1956年5月2日、大阪スタジアムでの対南海放ス戦に先発し、敗戦投手になったが、この打線に完投できた。俺も一人前の投手になったと自信を持った。本来は器用な選手で、相手、球種によって、 腕の上げ方を変えると、一見バラバラな変則的フォームで打ちづらいと打席に立つ打者たちは言った。前半戦まで独走の16勝を記録し、6月には3試合連続完封勝利を記録。オールスターにも選ばれて第1戦に先発すると勝利投手となった。この試合で三塁へのカバーに走った時に足腰をひねってしまった。チームメイトの中西太志が、 無理するなよと声をかけると、いいですよ。僕は、今まで月給泥棒を、恩返しをさせてもらっているのだから、一年で潰れても、本望ですと返答した逸話がある。その後、当時のプロ野球新記録となる公式戦の半数の74試合に、当番、夏場にマウンドを守りきり、何回を僅差で破っての優勝に貢献した。最終的に十五勝十一敗という従来からは、 大きく飛躍した成績でこのシーズンを終え、最優秀投手に選出された。巨人との日本シリーズでは、全7試合中5試合に登板。第2戦では5回から稲尾和久をリリーフし、勝利投手となる。第3戦、第4戦で先発するが勝敗はつかなかった。1957年の巨人との日本シリーズでも2試合に、登板。第5戦では8回からリリーフし、 勝利を飾る。1958年の巨人との日本シリーズは3試合に、登板。第2戦で先発するが、初回に打ち込まれ3次席点で降板、敗戦投手となった。1963年、彼を育てた石本周一の勧めで広島カープに移籍したが、登板機会はなく、病気を理由に同年限りで現役を引退した。 1994年12月28日、島原のいとこが、愛媛県立中央病院から呼び出され、行ってみると、ベッドの上で横たわっている、島原幸男がいた。嫌な病気に取り憑かれた。もう長いことはないと呟いたという。1995年1月6日に死去。61歳没。ありがとうございます。